じゃあもうちょっと置いてみる。あ、違う、ヒョロがもうちょっと島の種を見て意欲を燃やしてもらえるように。これ結構むずいね。むずいか、せっかく思いついたんやけどな。だから穴に向かってちょっと斜めに作った方がいいかな。でもそんなすぐに取れたら意味ないやつなんやね、これは。いや、全然今、俺アンガキューラシやっとこさせたんですけど、もっと穴を大きくするか。穴を大きくするか。なんか深く出そう。これは回さないと。そこのじゃあ中の紙の材質を何か変えた方がいいってことだよね。ツルツル滑る方がいいよね。摩擦が強いんだね。斜めにしたから余計っていうことはない？斜めにしたら落ちやすくはなったんやけど、要は、ここで噛んでまうから、要はこの穴をストンと落としてまうな、円形じゃなくて。いや、そうやったら斜めにせんと普通に横でも一緒やったんじゃない？紙でする以上、絶対横にしたらもう落ちへん。さっきの摩擦を考えていただいたらよかった。だからここをストンと落としてしまって、それやったらまたこういう出したら動くんだけど、これがやっぱ摩擦力が強すぎて、キョロがガッて持ち上げてダーンって落として、これで作った方がいいんだ。そうやな、はい、わかりました。キョロちゃん作戦失敗やわ。